いや最高っす。マジケイトがめちゃめちゃいいボールくれたんで、あと決めるだけでした。いやめっちゃ嬉しかったっす。ケイトがもう本当に練習もあったんですよ、ああいうシーン。あれで自分外してたんで、試合で決めるってよかったです。最高です。まあ勝てたんで全部 OK です。ああ開幕戦なんでまずは勝つことが一番なんで、勝ってよかったです。まあ、でも去年の継続をしながらなんで、まあ、試合シーズン通していいものは作っていければいいかなと思います。まあ、緊張感もあって、まあ、固い試合になりましたけど、やっぱこういう試合で、まあ、1対0ですけどこういう試合で勝てるっていうのは本当に大切だと思うんで、まあ、またもう次今日は喜んでまた次のいい準備したいと思います。